写真拡大。広島5から1巨人、セリーグ、24日、広島が3連敗を免れた。1回に鈴木誠、2回に田中広志が共にツーラン、5回には菊池亮のソロで加点。7回1失点の久典が今季初勝利。巨人は開幕5連勝を逃した。ヤクルト6-1阪神、セリーグ、24日、ヤクルトは1回、山崎の敵時代などで3点を先行し、その後も効果的に加点した。スアレスが6回1失点の好投。阪神は3発4安打と打線が振るわなかった。DeNA3-2 中日、セリーグ、24日 DeNA が3連勝。2回に伊藤光の敵時代などで追いつき、5回に梶谷のソロで勝ち越した。井納めが今季初勝利。中日は10安打を放ちながら、つながりを欠いた。